続いてはスバリストのコーナーです。今週は太田市にお住まいの森正俊さんにお越しいただきました。森さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。さて、早速なんですが、森さんが現在乗られている車というのは、ね、はい、フォレスターですね。はい、このフォレスターはいつぐらいに購入されたんでしょうか。もう2年前になるんですけども、ちょうど消費税が5% から 8% になるときに、まあいろいろ考えまして、まあ 8% になったらちょっと買えないぞと、ということで1月の末にですね、慌ててこう駆け込み購入みたいな感じで。私、前の車もフォレスターだったんですけど、そうなんですか。やっぱりこの目線の高さっていうんですかね、この乗った時にこう目線が高い方がなんかこう安心感があるっていうか、そういった感じでこう。なるほど。はい、じゃあ今のフォレスターの前にもフォレスターに乗っていた、ね、ということで、はい、もう森さんもスバリスト歴かなり長いんですが、今のフォレスターの前もフォレスター、その前にもスバル車に乗られていた。そうですね、軽自動車なんですけど、ビストロっていう、こうちょっとクラシックタイプみたいな感じの車があったんですけど、そこでスバルさんを乗らせていただいて、それからずっとスバルさんで、はい、そうですか。最初のスバル車との出会いっていうのは覚えてらっしゃいますか。そうですね、私ですね、ちょっと富士重工様の関係の仕事を、はい、やらせておりましてですね、それでお世話になってる、もちろんスバルさんにお世話になってますん でスバル車に乗ろうということで、実際にこう乗られてみてですね、今のフォレスター乗り心地ってのはいかがでしょうか。まあフォレスター先ほども言ったんですけど2代目なんですけど、やっぱりね、2代目の方がこう進化してですね、やっぱりどん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 こう良くなってるなっていう気持ちありますよね。しばらくね、離れてるんですけど、まあもうちょっと若い頃はこうスノーボードですとかね、こういろいろ山に行ったりとか遊んでた時もあるんですけどね、はい、やっぱりそのアウトドアシーズンでもかなりこのフォレスターの威力っていうのは十分こう感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱりこのスノーボードなんかですと、どうしても雪道だったり、うん、こう走るわけで、まあまあ滑ってる車なんかもね、うん、あるところなんですけど、私のフォレスターはこうぐん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 こう登っていきますので、はい、やっぱり雪道でのこう安心感っていうのもやっぱり強いですかね。強いですね。それから森さんの乗られているこのフォレスターですが、森さん自身もやっぱりこの見た目の上でこだわりのポイントがね、はい、やっぱりあるんですね。そうなんですよね、はい、私のこの性格なんでしょうかね、はい、こうどっかこう人とね違うところを出したくて、こう少しずつねちょこっといたずらこうした、ね、いたずらいいですねやんちゃな感じがいいんですけれどもね、これ具体的にはどのあたりをこのいたずらをしてるんでしょうか。まあね、あんまりこういう話じゃないんですけども、はいはい、純正のね、こういうディーラーさんなんかにこう、うん、怒られちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱりこう今こうインターネットでこういろいろこう、うん、ある時代ですから、まあ、ちょこちょこっとこうインターネットを見てですね、安くこうオリジナリティが出るようなこう部品をこう探したりして、はい、具体的に言いますと、この外装でちょっとこういたずらしているところはどういうところなんでしょうか。そうですね、はい、フォグランプのところがこう、はいはい、ちょうどメッキのパーツがこう見つかって、そこを、ね、両面テープで貼り付けてみたり、ドア周りですとかね、あとは内装のこのパネルなんかをちょっと木目のパネルが映ったんで、うん、そういうところをちょっとねやってみたい。いやでもそういう細かいところをですね、一個一個ちょっと変えるだけで、はい、だいぶこれ見た目の印象ってやっぱり変わるじゃないですか。まあこれは自己満足の世界です、うん、いやいやいや、他の方はまあ別にこう気づかないっていうか、紛争なのみたいなそんな感じでしょうかね。自分がね乗る車ですから、やはり自分の気に入ったようにですね、こういたずらをするというのも大事かと思いますけれども、やっぱり今考える中で、はい、他にこういたずらしてみたい部分があるんですかね。そうですね、もう、まあ、乗って2年になるので、うん、もうほぼほぼ落ち着いたんですけどね。ただやっぱりこうそういったインターネットなんか見ると、どうしてもこう自然とね、パーツコーナーにこう目がいっちゃうみたいな感じですかね。ぜひぜひまたこうスタイルをですね、
こう統一させていただきたいなというふうに思いますけれどもね。先ほどあのお仕事の話が出ましたけれども、森さんといいますとこの夕日荘ロイヤル支配人を務めてらっしゃるということなんですが、この夕日荘ロイヤル、これはどんなところなんでしょうか。はい、藤井重工様のですね、あの群馬製作所のちょっと北の方になるんですけども、あの藤井重工様の社員クラブ夕日荘っていう会館がございまして、そちらの会館の今現在支配人としてやらさせていただいています。はい、もう支配人としては何年ぐらい経ちますか。そうですね、まあ8年ぐらいでしょうかね。はい、実は私もこの夕日荘利用させていただいたことが、ね、ありまして、もうやっぱり森さんこう今年末の時期は相当忙しいんじゃないですか。やっぱりそうですね、まあ、1年の中でこう一番忙しいですし、逆に一番忙しくないといけない時期なんで、うん、はい、あの先ほど森さんからのご紹介ありましたが、まあ、社員というお話もあったんですが、はい、これ社員だけしか使えないもんなんですか。よくそういったお話も一般の方から伺うんですけども、藤井重工様の方からもですね、はい、せっかくこういったあの建物があるので、どんどん一般の方にもご利用していただいてくださいということで、現在一般の方にもですね、ご利用していただいて大変喜ばれております。なるほどね。さまざまなメニューがありまして、はいはい、支配人おすすめのメニューなんて何かあるんでしょうか。そうですね、基本的にはまあ、こういった時代ですのでね、具体的におすすめっていうことはないんですけども、どれも美味しいっていうとなかなかね、こうじゃあどれ選べばいいのっていう話になるんですけども、はい、まあスバル定食、スバル定食っていうのはこう大きいうどんにこうかき揚げがついてですね、そういった定食があったりですか、あとは夕日膳といいましてこう、お刺身に天ぷらがついて、まあ、小鉢もろもろがつくっていうお膳なんかもね、いろいろやってますからね。なるほどね。はい、またランチそれからディナーでも利用できるという、この夕日荘ロイヤルです。フォレスターに乗られているということではありますが、はい、まだ購入されてね、まあ、浅い月日ではありますけれども、今後このスバル社とどう付き合っていきたいと森さん考えてらっしゃいますか。そうですね、まあ、スバル様本当にいい車が多いんですけども、今のこのフォレスターがこうくたびれた時に、まあ、次何乗るんだ、また多分フォレスターだと思うんですよね。やっぱりもうスバル車の良さを実感してらっしゃる。そうですね、よく聞く話で乗ってみれば分かるっていう話をよく聞くんですけども、私もこのスバル車に乗り始めてですね、まあなるほどと、まあそういった気持ちは強いですね。ね、はい、ぜひ今後もですね、スバル車大切にね乗っていただいて、それからいたずらもね忘れずに、していただきたいなというふうに思います。今週のゲストの方は夕日荘ロイヤル支配人森正俊さんにお越しいただきました。森さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。